お疲れ様です。ラットです。というわけで今日もね、クラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちら 2.6 ホグを使ってね、いきたいなと思います。で、なんで 2.6 ホグって感じなんですけど、昨日かな、多分一昨日だったかもしれないんですけど、グローバルね、1位に 2.6 ホグでね、行ってた人がいるんですよね。はい。というわけで、どの方が言ってたか覚えてないんですけど、まあ、26で世界一、まあ、すごいなと思いつつ、26環境来たのかなっていうわけで、今日ね、やっていきたいなと思います。で、まあ、ホグはね、結構今トルネードがね、個人的にもすごい多いと思うんですよ。今、ゴレが多くて、まあ、あとは、なんだエリゴレも多くて、で、それには両方トルネード入ってて、まあ、あとラバも多い。で、ホグはあんまラバがね、相性いいわけではないと思いますので、まあ、結構苦しい環境だとは思うんですけども、まあグロ1位かって感じですね。はい、というわけでやっていきたいなと思います。で、ここはねファイヤーボールを打ちたいんですけど、なんということでしょう、ファイヤーボールが回っていませんので、回して打つよと。で、ここちょっとねウッドが、あー待ってごめん、なんか下手今のはね、ちょっと5打った瞬間コストが足りなくて、まあ、しゃあないですね。はい。で、30死かな、もしかしたら。もしかしたら、30死ゲーミングですね、相手は。というわけで、ここ後ろから30死が出るか、まあわかんないですけど、まあ一回待ちますか。で、まあ大砲かな、結構個人的には今の環境強いんじゃないって思ってて、まあエリゴレとか、まあゴーレムに対して、まあ大砲3コストでね、やっぱ誘導できてちょっと軽くあるっていうので、まあ大砲はね、ちょっと、強いんじゃねとはね、若干思っていますね。はい。まあ、ジャイスケラとかも、まあ、いて、まあ、ジャイに対しても有効かなと思いますし、って感じですね。はい、来ましたね、30死。さあ、ここは一回ウッドは打たずに、相手がね、ギャングを持っていますので、さあ、一回来から。で、小嬢が来たら、そっちに対して、あれを出そうと思ったんですけど、相手何も出してきませんね。このマスケットちょっともったいないんで、ここに対してホグつなげたら、まあ、ガゴムレかギャング来ますね。これに対してまたガゴムレが多分降ってきますね。はい。で、ここをちょっと延命して、このマスケットでできるだけ処理したいですね。僕的には。で、このミリ残りはアイゴレで釣ってあげて、このババが竹取ってるのがちょっと痛いですね。で、30死タイミング被ればラッキーと、あと30死を出させないホグですね。もう早めに相手のコストが10溜まる前ぐらいにこうホグ飛ばすと、相手は絶対ねヒーラーかギャンクかゴムレでしか処理できませんので、よいしょ。で、ここですね、ここでもう一回ちゃちゃっとホグ回してホグで攻めちゃいますね。そしたら相手30死出してきてもこれ5打てるよっていう、よいしょ。うん、こっちサイドに固めてくれるのはちょっとね、ありがとうっていう。さあ、ちょっと相性良さげですけど戦っていきましょう。まあ、ディガーがあるとね、ちょっと苦しかったりもするんですよね。よいしょ。ここは、まあ、ヒーラーぐらいの火力なら無視しても大丈夫かなと思うんですけど、このヒーラーとガゴムレがね、合わさってるのがちょっと良くないですね。はい。まあ、あとウッドでも終わりというわけで、さあ、まあ、余裕かなと思います。まあ、30死に対してはね、ちょっとね、相性いいのよ。相性いいのよ。30使ってた時もありましたね。はい、最近全然見ないですけど、なんか、どうなったんだっけ ?2 秒になったんだ。設置時間2秒になって、トゥントゥントゥンって出るようになったんですけど、全然見ないですね。ほぼ見ない。ほぼ見ないけど、今日マルチで1回当たったかなぐらいですね。本当に。1日1回当たるか当たんないかぐらいしか生きてないんですよね。でも、ホグ、すごい苦しい環境だと思うんですけど、まあ、エリゴレにはね、勝っていきたいですね。アド取れるんでね、エリゴレ。よいしょ。相手何も出してこないな。結末から入るか、ホグ飛ばすかで、トルネで僕、キング起動されるの嫌なんで、まあ、いずれされるんですけどね、ただただトルネでキング起動されるの嫌なんで、一回、まあ、相手が待ってくる場合は、落ち着いていこうかなと思います。で、これ別に蓋したところで、相手コスト全然あって、まあ、なんかで防衛されるので、はい。まあ、待って、これマスケット回したいですね。これ相手ゴレかな、ゴラーっぽいっすね。よいしょ。ゴラーっぽいんで、まあ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 、このベビーは許容しつつ、さあ、ここですね。こうホグ飛ばしたとて、まあ飛ばすんですけど、
飛ばしたとてトルネードがあるんですよね。というわけで、じゃあ一回飛ばさないパターンでいきます。これカード回しのウッド、当たったらラッキーで当たる。さあ、ゴラじゃなかったですね。エリゴラでしたね。一緒か。で、ここをスケで溶かしつつ、ここのタイミングでホク飛ばしたいですね。ちょっと今マスケット出しつつ、さあ一回ホク飛ばしてからの、このホクに対して相手が、まあ取れねえか、さすがに。なんかで防衛してきたのをこのマスケットで回収したかったんですけど、まあやっぱ取れねえかっていう感じで、ああマジアチャね、このマジアチャはファイブ処理させていただきので、ここですね、ここをホグ飛ばしたいですね。まあスケで受けつつホグで飛ばすと、相手はトルネード回ってないのでユニットで受けてくるんですよね。それをマスケットで回収するイメージで、ベビーかメガゴライドラか、はい、オッケー。いやーで、このマスケットをここに出したんですけど、外の方が良かったかな。あのエリゴレ来た時に、そう、大砲ここに置いちゃうんで、よいしょ、あのスペルで、ね、巻き込まれるかなと思いました。よいしょ、まあまあまあその位置ならね、なんとか。でこれはウッド転がし、あとエリゴレに対してウッド優秀なの、そうそうそう。で今こうトルネ使ったんで、この瞬間にホグ飛ばしてカード回しつつ、オッケー、まあホグ一発入ればね、もういいんでね、一発入ればで、ワンチャンマジアチャの犬来るんで、ファイブをちょっと意識しつつ、あー来ないですね。で、ここまたホグ飛ばしちゃうよーっていう。なんか相手トルネードあるんですけど、なんか言うてね、ホグってやっぱ回転早いので、戦えるって感じですね。よいしょ。さあ、あ、なんか、ルート強制しちゃってますけど、こっちからちゃちゃっと溶かして、ここあれですね、ホグ飛ばしたいですね。もうイケイケどんどんですね。で、もうあとはこの辺になってくると、あれですね、2.6 ホグの強み。あ、2周目。2周目3周目ファイボっていう、無限ファイボをやりたかったのに。まあまあまあ、ホグライダーが入りましたね。そう、トルネードあっても、結局勝てちゃうんですよね、ホグって。こう、2周目がやっぱ通りますので。で、まあ意識してるのはちょっとむずいですけど、相手がトルネード使わないタイミングに、絶対ユニットで処理してくるじゃないですか。なんで、その時に、こう、マスケットでそれを回収するっていうイメージをなんか持っていきたいですね。適当にこうマスケット後ろから裂いちゃうと、まあ一番初めあったんですけど、途中ですよ、こう戦ってる途中に、なんかね、個人的には適当にマスケット裂いちゃうと、なんか、何も仕事せずにそのマスケットを処理されたりとかっていうのがあるんで、結構、このデッキ、大砲とマスケットしか相手のユニット溶かせないんですよね。なんで、まあ2周目もあるっていうのもあるんですけど、なんか適当にマスケット裂いちゃうと、なんかね、なんかスプレーで飛ばされて、あーみたいな、大砲と一緒になんか巻き込まれて、あーってなるんで、もうなんか相手がユニットで対応してくる、それをちゃんと処理する用のマスケットみたいな、こう何のためのマスケットなのかとかをね、ちょっと考えておくと、まあちょっとはいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ僕ね、26そんな上手くないんでわかんないですね。はい、ジャック君の動画見てくださいジャックも最近動画出してると思うんですよね。あー、ご覧来ましたね。よいしょ。さあ、まあ、あれはもう26なんか上手すぎてよくわかんないんですけどね、本当に。あそこまで行っちゃうと。あ、これ、なんだ？これちょっとカード回ししつつ、このマスケット微妙に活かしていきます。さあ。相手なんだろうね。なんだろう、わかんないわかんないわかんない。ここはちょっと大砲で受けて、U のエレキ、いた。まあ、ここはね、ちょっとホグでダメージ軽減しつつ、ダクネエレキメガゴランバーユーのゴレですね。はい。間違いなくゴレですね。まあまあまあゴレというわけで、まあここね、ちょっと右サイドを狙っていきたいですね。で、これカード回してスケで受けていきます。来ましたね。ゴラですね。で、これむずいですね。一回左に飛ばしたいんですけど、飛ばしちゃうと、ただただ両サイドフルカウンター来ちゃうので、一回飛ばさずに、防衛して、この人ゴレっぽいの人だと思うんですよね。デッキが。この人は知らないですけど、デッキはゴレっぽいだと思うんで、よいしょ。溶かしつつ、このタイミングでホグとか飛ばしたいね。全然俺の言ってること違うんだけど。で、ウッドでこれ、爆破ダメージ、ステイで、アイスピで、うん。うん。やばい。痛い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 。痛い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 。ゴラ
ゴーラーは痛い。まあでも左かな、どうするどうするって感じなんですねこれ。まあ左行っていいっすね。でランバ受けかな。ファイブっちゃ痛い。マスケに来たら打たないけど、あーこれ打たないですね。取れね、おー取れないのかなもしかしたら。でワンチャンこれライトニング打たれる。あーこれスケ出したらよかった。でここカード回しつつ延命しつつこれ回りましたね。相手のデッキはねマジゴレなんだけどなんか違うんですよね。これランバー来ますね。来なかったけど許して。さあこうウッと打ってもうダクネも消しちゃって、オッケーユーノも消す。いやもうこうなったらね相手ゴレ展開できないですよ。うん、するんかーいって感じなんですけど。でここもホグ飛ばしちゃってこの間に守りますと。でこのアイスピのタイミングなんですけど、この真ん中ですね、この右のタワーから逆サイのタワーから、あはん、あのタギを取ってくれたあたりの真ん中のところでこうアイスピで止めることによってよりねあの防衛してくれるっていうのがありますよね。アイスピのタイミングは結構こう真ん中ユニットが真ん中に行った時にアイスピとか鬱陶すると逆サイドからより長時間ね打ってくれますので、ちょっとねはい覚えておいてもらえたらいいかなと思います。はい、というわけでまあなんかすごいデッキできましたね最後。まあ、あとはトルネードが、まあ、いるんですけど、まあ、結局ね、2周目で刺して、はい、行くのをイメージして、皆さん頑張ってみてください。はい、まあ、ジャックンのチャンネル見た方がね、参考にはなると思うんですけど、ちょっとね、にわかの人はね、僕と一緒に、はい、ホグとかもね、上手くなれたらいいかなと思いますので、よければチャンネル登録と高評価の方もね、よろしくお願いします。はい、最近毎日日本投稿してますので、ぜひね、他の動画もチェックお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。